さんどうも、ごきげんよう。シライムです。ゲストにこの方に来ていただいております。西山孝太郎です。イエーイ。30歳になった西山孝太郎です。30歳の大台になりました。もうこの動画が出てる頃にはなってるでしょう。なってるということで、今日はね、はい、何をやっていくかとも言いますとですね、声優褒め殺しクイズというのをやりたいと思います。声優褒め殺しクイズ、あの有名な巷で流行っている声優褒め殺しクイズ。あ、本当に流行ってるの？流行ってないです。このボックスの中に、はい、まあ、あのランダムで、ね、声優さんの名前が書いてあります。はいはい。まあ、まず回答者と出題者が分かれまして、出題者の方がボックスが1枚引きます、でその声優さんのいいところを3つこのフリップにお書きいただいて、はい、で1つずつ発表してもらって、で3つ発表したところで最後に回答者、その声優は誰かを当てる、当たったらまあポイント獲得ということで、より多くポイントを獲得できた方がまあ勝ちとしましょう。あ、分かりました。はい。で、まあ、だから、俺が勝ったら、俺の誕生日今度逆に祝ってもらおうかな。孝太郎に。嫌です。おーい！なんでなんで？あ、まあ、だから、まあ、勝てばいいってことかな。そうそう、勝てばいい。孝太郎が勝ったら、じゃあ、免れます。逆に、だから、来年も、孝太郎の誕生日、祝いましょう、僕が。これで、ね、僕が勝たなかったら、祝ってくれないってことね、来年は。そうです。誕生日当日に会っても、おめでとうの一言も言わない。まあ、ひとまず、3問ずつ出題してっていう感じで、はい、わかりました。得点多い方が勝ちにしましょうか。はい。なんでこのゲームにしたかっていうと、孝太郎は、結構人のいいところを見つけるのが、得意な気がして、まあ本当に思ってなくても絞り出すのが得意だなっていうのは昔から思ってて、嫌なイメージですね。本当は思ってないんだろうなって思ってたことでしょ。なんかうまい感じでその人のいいところを出せるんじゃない。で、逆に俺は人を褒めるのはすごい苦手だから、あんまイメージないね。人の悪いところばっかり目がいくから、そのイメージがある。褒め方を学ぶつもりで今回は僕がやりたいと思います。わかりました。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。スマホの方はこちらから、パソコンの方はこちらから、チャンネル登録をボタンをタップして登録してください。あ、通知設定もね、お忘れなく。よろしくお願いします。あ、でも前後いいですか。僕から見せてもらってもいいですか。いや、このゲームやったことないから。あ、ね、まあ、見えないように、誰かなって。え、何？何？ちょっと待ってよ。何？まあ、いいところっていうか、まあ、褒めるところ、憧れてるなとかでもいいし。いや、もう本当に憧れてます。だからなんか、本当何でもいいです。一つ目、はい、繊細なお芝居。繊細なお芝居、これだけじゃわかんない。さすがに。まあそうですよね。さすがにこれだけだよね。さあ、じゃあ2つ目のヒントお願いします。こんな年の重ね方ができたら最高。おー、跳ねましたね。具体的なヒント出してきたね。年齢、年齢感、年上の先輩で繊細なお芝居をされる方、いっぱいいるよ。いや、いっぱいいるって。この人っていう、なんかちょっと欲しいな。欲しいよね。確信を持てる、そのね、決定だ。これ知ってるかな、ホワイティ。え、これは分かる人にはすっごい伝わると思う。あつ森愛がたっぷり。プライベートでやってる、なんか発信とかはしてない。写真とかはしてない。あ、そうなんですか。じゃあ分かんないよ。じゃあ分かんないよ。でもラジオとかで話されたりはしてる。あ、そうなの。はい。あ、ちょっと見えた。見えた見えた見えた。お答えください。孝太郎が褒めていた声優さんは桜井孝宏さん。ああ、はい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 。いや、ちょっとさ、一発目からさ、先輩すぎやね。桜井さん、ワンちゃん見てくれてるかもしれない。いいよ。いや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 。いや、たまにシライムチャンネルのこと話してくださってますからね。そう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 。ああ、よかった。これも当たってくれてる。いやー、おめでとうおめでとう。じゃあ続いて。はい。
私のね、ターンでございます。わかりました。これもう絶対先輩じゃんよ。はい、言いました。はい。ミステリアスなところ。ってことは、まあ、SNS とかもやってないでしょ。で、ラジオとかも、やってないんじゃない、うん、おー、はい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 、はい。さっきのような声が出てしまうっていうことでしょ。うん。石田明さん。あ、違う。はい。確かにミステリアス。石田さんはミステリアス。うん。二つ目のヒント。響きのある低音ボイス。中村ゆきさん。あ、違う違う違う。え？違う違う違う。当たったかと思った。ごめんごめん、待って、面白かった。言ったら、まあ、1個目のヒントをちょっと膨らませた感じ、はい、変なところ白井さん、はい、言いにくい名前だ、孝太郎が変だと思うあの声優さん誰だとかすごく言いにくいです。じゃあ、いきますよ、はい、ミステリアスで、はい、低音ボイス、はい、そして変な人杉田智和さん、正解。ちょっとさ、うん、もっと同年代でやろう。いやいやいや、俺もそうだな。いきなり杉田さん行くだろ。じゃあお願いします。はい。どうでしょう。ちょい待って、おい。もう一回かな。もう一回。ちょっと違ったのかな。え？おお。はい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 。戻したの気になるわ。はいはい。何戻したの。この声優さんは、はい、とっても、うん、安全運転です。僕も、うん、あでも2回ぐらいかな。あのスマートフォン。その時にすごい思った。へぇー。安全運転だなぁ。いいね。うん、安心してもらえるね、うんうん。ちょっと、わかんないなぁ。いっぱいいるでしょ、ね。これでもわかりやすいかも。お、はい、はい。お願いします。こちら。歯並び。歯並びがとてもいい。歯並びがいい。うん。笑顔のイメージがとても強いんですよね。そういうこと？うん。笑顔で安全運転。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖いじゃん。笑顔です。だって笑い情報ってこと？あ、でもそうかもしれない。笑顔上手だし、彼がいると、うん、なんかすごくなんか場が明るくなる感じがする。知能広さん。いや、そりゃそうだよね。彼がいるととか言わないよ、ね、言えないよ、そんな。志望さん、よく笑うイメージなんだよな。確かにね。うん。すごい笑顔。共演とかはいっぱいある。あ、いっぱいある、うん、じゃあもう、買って知ったの中じゃん。そうそうそう。うん。なんか分かってくれたらいいなと思うんだけど。はい。こちらです。平成の仮面ライダーみたい。あれでしょ？平成一発目のライダーの話してるよね。平成一発目？あれ違う？一発目じゃない？だからなんかすごいスタイルも良くて、おなんかテレビ映えとかもしそうな。そういうこと？あ、そういうこと？うん。一発目じゃないのか。一発目だとしたら誰なの？伊藤健人。じゃあ違うね。あ、でもそうだね。そういうことは、健人も確かに、でしょ？安全運転だし、強制もしてたし、笑顔も素敵だし。うん、なんかね、一時期私服がそれっぽかった時期があった。ライダーみたいな時期があったので、笑顔が素敵で、うん、安全運転、あ、内田優奈早いよ。ないです、優奈くんが仮面ライダーっぽかった時期違う、はい、正解ですか。正解は八代拓くんです。あもっとあるじゃん、黒いとか。いや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 、あとは、まあ、マンチェスターユナイテッドファンとか。いやいや、わかんない。あるじゃん。わからん、それは。悔しいわ。はい。いやこちらですね。年近いな、これは。もういっぱいあるな。1個目のヒント。はい。こんな年の取り方できたら最高だな。一周じゃん。でも、本当にね、この方もね、しっくりきます。この言葉。なんだろうなぁ。はい。はい。いきます。二つ目のヒント。はい。気遣いの人。かっこ優しい。
いっぱいいるな。まあ、でもあえてこの気遣いっていうところと、ああ、わかった。お、波川大輔さん。違うみたいじゃん、波川。なんか波川さんだったらもっと別のとこフィーチャーしてる。ああ、そう。うん。え、ちょっと3つ目。これね。これでわかると思う。はい。うん。めちゃくちゃダサい。お芝居以外にもってことで、お芝居以外にも、まあ、基本でもお芝居に近いところだな。結構共演はある？共演はね、俺も孝太郎もめちゃくちゃある。ってことは、ごめんなさい、わかんないです。あれ？ギブアップ？いや、全然わかんない。え？これだっていうのが全然わかんない。もういっぱいいるな。近くにいるよ、近くに。じゃあ正解は浅沼慎太郎さんです。うわー、ね、確かに多彩だね。でしょ、ほんとに、うんうん、舞台とかも出演されてますし、歌も上手いし、うん、うわー悔しい。引き分けということになりますね。あ、そうです。これは一問ずつ正解ということで、引き分けということになりますね。引き分けか。まあ、どちらの誕生日も、はい。まあ、祝わないと。あ、ちなみにさ、戻したの誰だ。いやいやいや、それは大丈夫。いや。ちょっと気になる。いや、違う。いや、ほんと正直な話、うん、あんまり共演もさせていただいたことがないから。あ、知らなかったってこと。誰。いや、それは大事。またちょっとやりましょうよ、これ。結構意外と盛り上がって。いいところ言うってのはいいですね。ポジティブな意見。いや、そう。うんうん。逆もやってみる。いや、ダメでしょ。あと、なんなら自分のいないところでやってほしい、これ。西山カメラ入ってるのとか、知り合いニュースに入ってるのとか。なんて言うんだろう。なんて言うんだろうな、みたいな。ありがとうございます。皆さんもぜひやってみてください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。